皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は視聴者様からいただきましたご質問にですねお答えする質疑応答の動画をお届けしたいと思います。もしご覧の皆さんもですね生命判断についてあるいは画数について疑問やご質問などありましたら、このコメント欄の方にお寄せください。あとは有名人とかね、タレントさんとか俳優さんとか、この人占ってほしいなみたいなリクエストなどありましたら、このコメント欄の方にお寄せください。スガッティチャンネルはご覧いただきながら生命判断を習得できちゃうという動画でございます。ぜひこの機会にですねスガッティチャンネルをチャンネル登録していただいて、スガッティ門下生となって、これから配信される動画を見て、楽しく生命判断について学んでいきましょう。今日お届けする動画はですねこういったラインナップでお届けしてみたいと思います。質疑応答、スガッティが生命判断の疑問を明快回答ということで、この度ご質問くださったのはですねスガッティ門下生の、はい、ごめんなさい、なんてお読みするんでしょう、ハチヤオイとかって読んだらいいんですかね、ちょっとごめんなさい、読み方がわからなかったんですけども、はい、そうだな、八世じゃないし何さんなんでしょう、ごめんなさいね、読み方がわからないので、なんてお呼びしようか、質問者様って言おうかな、はい、質問者様からの、ご質問文をですねまずは、スガッティ門下生の皆さんと一緒に読み返してみたいと思います。そして丸2番としてブレインとはということで、ちょっとブレインの意味をですね皆さんと確認しておきましょう。そして最後丸3番としてスガッティの回答をお届けしたいと思います。まずは質問者様からのですねご質問文ですね、いつも配信ありがとうございます。25の数字なのですが、ブレインのキーワードを持っているにもかかわらず、頭の良い数字13、15、23、31には入っていませんよね。以前の動画東大王の中にも持っている方はいませんでした。ブレインとはどういう意味なのでしょうか。偏屈理屈ということですかね。どこかの動画で解説していたらすみませんとのことなんですけれども、はい、ご質問者様がですねこのようなご質問コメントをですね動画のコメント欄にくださったんですよね。ところがですねそのコメントがなぜか反映されていないというか映ってないというかね、スガッティにはこれ表示されないんですよ、なぜか。その他のね動画に対するコメントはこのね質問者様表示されるんですよ、ちゃんと。だけどもそうこの日のこのコメントが表示されないんですね。皆さん何かあれですかね、原因とかその表示されない理由とか仕組みとか分かる方もしいらっしゃったらですね教えてください。どうしてこのコメントが反映されなかったんでしょうか。ちなみにコメントしてくださったご本人にはこのように表示されてるそうなんですよね。でもなぜかスガッティが見てもこれが表示されていないということなんですよね。なのでもう一度ですね私がその旨ちょっと表示されてないんだけどももう一回もしね差し支えなければ、コメントし直してみてくださいって言って、確か別の動画だったかな、コメントをし直してくださったんですよね。ありがとうございます。回答ありがとうございました。まあ言ったことは同じなんですけども、消えてしまったコメントですが原因はやはりわかりませんでした。内容は25画に関する質問でした。ブレインというキーワードの意味が詳しく知りたかったのです。どこかで解説していたらすみませんということで、このコメントもなぜか反映されてないんですよ。その他のね、この、八世さんかな、ヤオイさんかな、はい、この方のコメントはね、その他の部分は表示されるんですけどね、なぜかこの25画に関する質問だけが表示されないという謎。はい、まあ読み進めてみましょう。頭のいい数字の中の13、15、23、31と一緒に入らないのですかね。以前の動画の東大王の方にも持っている方はいませんでした。ブレインと偏屈理屈は紙一重、大塚愛さんの動画では25画は作詞家や作家に向いているとおっしゃっていました。ブレインってただ頭のいいとは違うのかなとか、ちょっと混乱なのです。すみません。ということで、全然すみませんじゃないです。何度もお手数おかけしました。ありがとうございます。今日はこのご質問にですね、25画のご質問疑問にお答えしてみたいと思いますので、最後までお付き合いください。まずですね、ブレインとはっていうので、ちょっとインターネットの辞書調べてみました。ブレイン、直訳すると脳とか大脳のことを示すそうです。The right hand is controlled by the left side of the brain。つまり、右手はコントロールされている。何によって、レフトサイドブレイン、脳の左側によって右手がコントロールされてるって言いますよね。で、左手は脳の右側、右脳によってコントロールされてるっていうね。なぜかこう鏡みたいになってるんですよね。って言いますよね。はい。まずはこの脳そのもののことをブレインと言ったりします。続いて丸2番として頭脳ですね。知力とかそういった脳の機能というかな。はい。素質というかな。それですね。I have not got as much brains as you。君ほどの脳みそはいないよ。君ほどの頭脳はいないよ。みたいなね、ことでしたね。そして3番として、秀才、とても頭の良い人。そして4番、飛行機や船などのコントロールセンターだったり、中枢部のこと。そして5番、スガッティはこの部分として主に使ってるんですけどもね、ほら、ブレーンって言ってますもんね。はい。これが日本語としてね、使われる主なブレーンの意味ですよね。ブレーン。つまり、知恵袋。
まあ、通例として、ブレインズ、ある集団の中で最も知力が優れ、計画を作ったり戦略を練ったりする役割の人。 I was the brains of the project。 私はそのプロジェクトのブレインだったっていうようなね、意味で使われたりします。スガッティは主にこの丸5番、この部分の、いわゆるブレーンね、この使い方として25画を使ってます。で、ここにね、頭のいい数字の中の13、15、23、31と一緒に入らないのですかね。以前動画の、東大王の方にも持っている方はいませんでしたって書いてあるんですけれども、スガッティもね、これご質問いただいて、東大王の動画見てみました。そしたら、数ある東大王のね、方、まあ皆さん5つから7つぐらいの数字持ってる中に、一人もいないんですよね、本当に。25持ってる方ね。確かに、いませんでした。はい、びっくりですよね。そして、何がびっくりって、この頃のスガッティの下手くそさ、動画が下手くそすぎますよね。なんかね、もう喋りが拙いというか、はい、ちょっと見てて恥ずかしくなりました。今も別に上手とは思ってないけど、ちょっと下手くそですよね。ごめんなさいね。まあ、この時代はですね、スガッティ、YouTuber デビューして間もなくて、なおかつ、毎日投稿ということで、もう毎日欠かさず投稿1本動画ね、15分から20分ぐらいの動画をですね、毎日投稿してたんですね。すごい時代でしたね。今じゃちょっと想像つかないんですけども、まあコロナ禍で、まあ緊急事態宣言とかマンボウとかでね、あの頃は仕事ができないというか、あのお店がオープンできない状況だったんでね、まあだからこそ毎日投稿できたんでしょうけれども、それにしてもすごいペースで忙しかったんで、まあね、もう動画の編集も荒いし、まあでも少しずつね、スガッティも YouTuber としても成長している途中でございます。まだまだね。はい。これからも皆さんそういった、あの YouTuber としてのアドバイスなんかもですね、コメント欄の方にいただけたら嬉しく思います。で、スガッティがこの25画、頭のいい数字にはブレインなのに入らないのかっていうことなんですけれども、もうね、この13、15、23、31ってどれも大吉数ですから、ちょっと別格なんですよ。はい。もうもちろん25もね、頭いいですよ。はい。弁も達者だし、理解力もあるし、説得力あるんだけれども、ちょっとね、これらの大吉数とは、比べちゃうとね、まあ、若干パワーダウンしちゃうのかなという感じですけれども、もちろん他にも24画とか33画とか41画、45画とかね、頭のいい数字いっぱいありますけれども、まあ、東大王の動画の中ではね、あえてあれもこれもって伝えるよりは、特にこの4つを、まあね、上げてみたところなんですけれども、まあそんな中に25画は入らないのかってことですけれども、まあ本当にこの4つは特にですから、まあそうね、その特にの中には25は入らなかったですね。とはいえ、まあ先ほどもね、言ったように説得力とか、理解力とかね、プレゼン能力とかありますんで、25画は間違いなく、頭のいい数字だとは思っております。でも東大王にね、一人も思ってる人いなかったっていうのがちょっとびっくりでしたね。で、ブレインとはどういう意味でしょうか。偏屈理屈っていうことでしょうか。偏屈理屈と紙一重なのでしょうかっていうことなんですけれども、まあスガッティはね、直訳するとどこだっけ、これか、はい、直訳すると脳とかね、頭脳とかそういったことになりますけれども、まあスガッティが主に使ってるのはこの組織のね、知恵袋的なこういう使い方で使ってるんですよね。はい、アドバイザーとか、まあボスの片腕とか社長の右腕とかね、あとは昔の例えばなんていうの、戦国時代いうところの軍師とかね、あとは上司と部下のこうパイプ役みたいな、そういう中間管理職的なね、使い方でも使ってるんですけれども、とにかくその組織をこうつなぐとかバランサーのような、そういう使い方としてスガッティは使ってるつもりなんですね。で、確かにね、偏屈理屈、25画には書いてありますよね。はい、紙一重どころかスガッティは25画はちょっと理屈っぽくて、ちょっとなんていうの、あれなんだっけ、論破、はい、論破王になりやすかったりするんですよね。とはいえ、あの論破王のひろゆきさんも、25画は一箇所も持ってなかったりするんですけれども、はい、まあ25画っていうのはこう口論とか討論になると、もう相手をね、言葉でねじ伏せたがるような、ちょっと偏屈で理屈っぽいところがあったりなんかする論破王になりやすいってことですね。で、大塚愛さんの動画では25画は作詞家や作家に向いているとおっしゃってましたとのことなんですが、そうなんですよ。もう、これは変わりないですね。はい。25、あとは35とか15とかね。15画にもほら、言語とかっていうね、キーワードがあるように、この言葉で、あとは文章とかでね、何かを伝えるみたいな。だからブロガーとか、YouTuber とかにも向いてるし、作家とか、作詞家とかね、あとはジャーナリストとか、記者とか、そういうね、あとは英語教師とか国語教師とか、言葉とか文字で何かを伝えるみたいな、メッセンジャー数ですんで、はい、こういう仕事には向いてるんじゃないかなと思いますよね。
大塚愛ちゃんが、スガッティと結婚した場合、この25画を持つんですよね。だから、シンガーソングライターとして、さらにね、実力がアップするはずなのに、どうして結婚してくれなかったのっていうね、動画の内容でございました。はい。まあ、メッセンジャー数25画。まあ、そういったね、使い方をスガッティはしているつもりでございます。例えば、男性有名人の中だと、A 六輔さんとか、内田祐也さん、石坂浩二さん、あとは元ヤクルトの古田敦也さん、音竹博忠さん、あとは漫才師の、安清ですね、横山安さん、横山清さん、二人とも本名が25画だったり、あとはバイキング小峠さんとか、パンサー向井さん。もうパンサー向井さんなんかまさに25ですよね。今、TBS ラジオの朝の、帯番組、なんだっけ、フラット。ねえ、あれ、大沢優里さんの悠々ワイドの後の、伊集院光さんのラジオなんですけどの後の、パンサー向井さんですからね。ものすごい時間帯を背負って立ったわけなんですけれども、まさに適職なんですね、パンサー向井さん。ラジオパーソナリティとして言葉で伝える、この25画、メッセンジャーの数字。これまさにね、適職でございますんで、TBS ラジオのフラットも、おそらく長寿番組になってくれるんじゃないかなと期待しております。はい。こんなところでしょうか。どうでしょうか。25画について、ブレインについて、意味分かっていただけたでしょうかね。スガッティチャンネルはですね、ご覧いただきながら、誰でも楽々簡単に姓名判断を習得できちゃう動画を配信しております。今すぐですね、チャンネル登録して、今後配信されるスガッティ動画をお見逃しなくチェックしましょう。そうすることで、皆さんもですね、楽々簡単に姓名判断を覚えられちゃうというのが、このスガッティチャンネルの一番の魅力でございます。あと、皆さんもですね、何かその画数についての質問とか、占いに関する疑問とかね、あとはこの人を占ってほしいんですけど、みたいな、リクエストとかありましたらですね、コメント欄の方にお寄せください。そして、スガッティは LINE 占いというのをやっております。遠方の方もですね、LINE で繋がっていただきますと、スガッティと LINE のやり取りで占い結果を受け取ることができるというね、LINE 占い5500円でございます。ぜひお申し込みください。特に、身の回り、あるいはね、ご自身に、これから赤ちゃんが生まれるとかね、妊娠中の若いママさんがお友達にいるとか、親戚のお姉ちゃんが妊娠してるとかね、姪っ子が生まれそうだとかね、そういう身の回りに新しい赤ちゃん、出産予定の方がいらっしゃったらですね、お名前って非常に大事ですから、スガッティを教えてあげてやってください。赤ちゃんの命名も5500円でございます。LINE でのみ受けてまわっております。だいたい男の子で30パターンぐらい、女の子で20パターンぐらい名前の候補をご提案しております。その他、あとはね、どうしても花子っていう名前にしたいんだけども、どういう感じがいいだろうかとか、あるいは、どうしてもこの花の字を使いたいんだけれども、何か良い名前の組み合わせはないだろうかとかね、そういった、まあ、候補というかな、リクエストもお答えできますんでね。はい。ただ、そういったリクエストの場合は、ほとんど100点満点の場合ってなくて、一応ね、そういった、候補にもお答えはしますけれども、プラスそれプラスね、スガッティからも100点満点のお名前を、ちなみにこれが100点ですよっていうのをね、女の子だと20パターンぐらい、男の子なら30パターンぐらい、はい、いろんなお名前の候補、100点満点のね、名前を、ご提案させていただいたりしております。あとは、気になる彼との相性とかね、この彼氏と結婚して大丈夫なんだろうかとか、あとはこの A 君と B 君から告られてるんだけど、どっち選ぶべきだろうかとかね、そういう相性とか運命の人とかね、そういうのも見れたりしますんで、はい、ぜひ、お申し込みこちら LINE でのみ受けたまわっております。はい、今日はこんなところでございます。まだチャンネル登録されていないという方はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録していただいて、あと動画ご覧になるごとにですね、必ず忘れずいいねの高評価ボタン、これ忘れてる方多いと思うんで、必ずいいねしておいてください。みんながいいねしてくれることで、不特定多数のね、視聴者の方に、この動画がみんなからのね、評価が高いよということで、こう、おすすめ動画として YouTube さんの方から不特定多数の人にね、拡散されることになるんですよ。そうすることで、このスガッティチャンネルの発展、そしてスガッティ門下生の皆さんの成長につながると思いますんで、必ず忘れずいいねの高評価ボタンとチャンネル登録まだ済ましてないという方はですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それと皆様からのリクエストやご質問などもお待ちしておりますので、コメント欄の方にお寄せください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Na na 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 na